隣？隣。もうそのあれやめたから。緊張すんね。キャバクラ初めて来たの。ねえ、ありがとうございます。よいしょ。これレッドブル映ってんのかな？わかんないけど、お前確認するべきだけどな。ライティングとかも平気なの？シーリングライトとか一切出さなくなったけど、お前。いやでも今日めっちゃ昼だから。天気いいし。そうそうそう。太陽光がやっぱ一番いいからね。ですね。フェフェです。バイダンです。フェフェのバイダンチャンネルでーす。ナダです。さあ、ということで、ノー編集トークでございます。はい。もうこれが怖いのよ、編集がないから。まあまあまあね、前回初めてありましたね。うん、俺が行きかけて、うん、危ない危ない、ノー編集トークだった。をノー編集トークだから流すっていう。流すっていうね。まあ行かなかったからいいですけどね。そう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 。この先線路内容の看板に激突して止まった、うん。そうそうそう。パターン。もう、事故は事故だから。事故は事故。事故は事故。大か小かだそうそうそう。誰も知らなかっただけね。よかったですけど。まあ、2週間ぐらい来ましたね、会うの。そうだね、今回ちょっと空きましたね、だいぶ今日もだって10本撮りぐらいするわけでしょ、まあ、久しぶりの10本撮りとかもの1本目ですから、これ、はい、昼12時集合でねえ、ほぼ寝起きで飯食って、うん、いや、ビビったよ。何が？ずっとダイエットしてるってバイナル、いや、してます、してます、もちろん言っててさ、うん、で、まあ、大体の流れであるじゃん、そのうち来る前に一旦コンビニ寄って、うん、で、まあ、俺レッドブルなり、おのタバコなり、うん、で、まあ、軽くご飯食べる人は買うみたいなのがずっと本社とかで撮ってるからずっと一旦コンビニ寄ってるのがあって、でバイダンがコンビニの中で今日何本撮りかだけ聞いていい、うん、あーどんぐらいだろう、次会う日によるなみたいな俺が言って、うんうん、OK 分かった、うん、やんちゃしちゃうかって言って、うんうんうん、どんぶりとカップラーメンじゃないコンビニで売ってるちゃんとしたラーメン温めて食べる、そうそう食べるタイプのワンセット、うん、とウーロン茶3いってるよね。違う違う違う、お前ちゃんと見てないな。ウーロン茶3じゃん、カツ丼、うん、豚骨ラーメン、うん、ウーロン茶、特茶、黒ウーロン茶だから。違う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 、隣からみたいに言われてる。ダイエット忘れてないから、ちょっと、ちょっと、黒ウーロン茶だよ。だとしても、だとしても。忘れてないから、ここで。その、小うどんセットみたいなことだったら分からん。うん、まだ、100円のちっちゃいおうどんと、丼とかだったらもう、結構がっつり、うん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 。の時点でもうおかしいのに、大大って言ってるから。じゃあ、もう聞いて、言ったじゃん、やんちゃしちゃおうって。いえ、ちょっとその、全盛期の滝つばみたいになってるから。バッグを揃えてメインで、いやでも黒ウーロン茶とね特茶ありますから、それで全部チャラにはならんからね。まあだからお前と会わない間も、お前と会わない間だからそのダイエットがね、うん、そうちょっと止まったのよ。何がっていうのが飲み会とか飯会が増えちゃったのよ。そのダイエットを持ち込まない食事ね。そう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 。ってなるとやっぱね、胃袋がバカになっちゃうんで、うん、今日もやんちゃしちゃったって話です。いや、その、だし、やっぱみんな、俺以外ね、うん、お昼時ですから、うん、そのコンビニ、多少なりとも人は、まあ、いるわけで、うん。もちろんね。サラダコーナーの前で、サラダコーナーの前よ、うん、サラダが、バーって並んでるとこで、やんちゃしちゃおっかなって言って、左斜め下の、その大きいの取り始めたときは、全員がやっぱ、デブがいるって思った。最初はサラダコーナースタートだったのに。そう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 。サラダコーナーでやっちゃしません、さすがに。やっぱデブが動いてたなぁ。山が動いたテンションで言ってるけど、そういうのじゃないから別に。あの鈴木が、高カロリーのものじゃないからね、別に。いや、久々だったよ、やっぱりそのね、うん、今はこう、我が家やってますけど、うん、昔とかこう、本社で撮ってたりとかして、はいはいはい、で、あの頃なんかその本社ね、うん、吉本興業の本社、うん、本社の中に、うん、ファミマもある、ちっちゃいファミマもあるし、あるし、うん、本社の真ん前にもファミマあるし、うん、そこでいつもこう、お弁当2個と、うん、ハッシュポテト、うん、と、ファミチキじゃないわ、スパイシーチキン。チキンだね。うん、よう覚えてんな、お前。いや、俺、いつも思ってて、うん、あれ、今言うけど、うん、今もう見なくなったからあれだけど、うん、いつもそんな感じで買うのね。うん、そのお弁当2個と、うん、ファミチキと、うん、ハッシュポテト、うん。で、こいつは基本的にハッシュポテトから食べたいじゃん、お前。俺は食べたい。うん、で、よう見てんな、お前。全部出すじゃん、一、うん、回。全部出して、うん、こうファミチキとさ、うん、ハッシュポテトを。うん、いや、開けろや。
最初から何してんお前。違う、開けたら空気に触れるじゃん、その食べ物が。いや、そうだけど、それもう数分間じゃん。だって、今のメニューを5分以内ぐらいに食べるわけじゃん。いや、まあね、早そうで言うと、そう、めっちゃ早いからだ、僕。おっさん、大事にこう、ポン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 して、厚さ確認して、食べてるけど、いや、厚さ見るならもっと言うと重さでわかるし。けど、お前それで言うと、ファミチキとスパイシーチキンわかるだろな。これで。いや、違う、そういう話。これでわかるからね、俺。いや、すげえけど。全然すげえんだけど、ずっと思ってたの、こいつめっちゃ厚さで確認するわ。よう見てんな。いや、そういうの見ない、でも。俺も全く見ないね。こいつまたやってるわ。ふに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 。だから、その逆で言うなら、別にフェイフェイが、うん、例えば、おいおいとか言って、本社行って、うん、飯食い出すじゃん、うん、で、フェイフェイがトイレ行ってくるわって言って、うん、帰ってきたの別人でも、まあまあ気づかんと思うわ。そんな見てない？ぐらい見てないと思う。マジで？うん、まあ見ないよ俺。だから、マネキン座ってても別にちょっと喋りかけてきたと。いいえ、そのマネキンからそのディズニートリビアのスピーカーがこう搭載されたら、あ、そんなんもうフェイフェイだよ。それもフェイ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 。ディズニートリビアが出るマネキンはフェイフェイだからもう。それはいや、そのお前マジでさ言うじゃん、漫才コンビとかをお前の位置かかしでもできるぞ、うん、みたいな、うん、言うじゃん、うん、お前の位置、うん、ディズニートリビア流すスピーカー搭載したマネキンでもいいよ。やばすぎね、マジで。一生、ウェイウェイだから、これ。ウェイウェイだから。やばすぎ。ウェイウェイ。そうですよ。それがね、まあ、本社でね、うん、ありましたね、いろいろね。ありましたよ、そう。この間、グリーンバック使ってたのよ。あ、使った。どう？グリーンバック。グリーンバックね、でも、まあ、近々ね、うん、まあ、我がチャンネルが、大アップグレードを控えてるわけ。あ、そうなの？そう、まあ、第三都市とでも言っておきましょうか。第三都市？ちょっと間違っちゃった。え？どれを？どれを間違えたの今？っていうのも、僕の中でね、うん、YouTube に関して使うお金は YouTube で皆さんからいただいたものでっていう、まあ、収益の部分よな、はい、うん、のポリシーじゃないけど、なんとなく、まあなんとなくね思ってたわけ、うん、え、曇ったで。ラスボス出てくるじゃん、カイドウ出てくるじゃん。こんなだよ。身構えるわな。なるほど、お金だね。で、いよいよ、パソコンをね、おう買うと。あ、そう。そう。おう。で、まあ、パソコン買うにあたって、その一個前として、グリーンバックの、あ、なるほど。することによって、自宅にいながらディズニーに入れる現象を。ああ、なるほどね。グリーンバックでね。そうそうそう。押せるっていうことで、とりあえずあれを買ってみたいな。うんうんうん。え、パソコンあげたじゃん、俺。ああ、できそこない？お前、俺の MacBook Air や。こんなに出ないなら愛着ねえわな。名前間違えやがって。愛とか言ってたけど、はい、うん。まあ、そっか。いや、でもあれも活躍してる、今も。あ、ほんと。活躍してる。まあ、それよりもちょっといいやつ買って。そう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 。デスクトップでね。あ、はいはい、あ、デスクトップのやつか。そう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 。あ、ね、うん、あれやりようか。一眼レフ。持ってる俺、一眼レフ。え、一眼レフとか取らん？そしたら。パソコンゲットしたら。ああ、でもいいし、ね。その方が画質良かったりしないんかな。画質良すぎるけどね。そんな、何よ、お前。アイドルな。毛穴とか見られてない。そういうことじゃなくて、うん、もうそのなんだろう、画質いいことに意味を持たせる良さ。ドラマチックなんかなって思うぐらいいいから。そんなにいいの？全然違う。目で見るより綺麗。それは嘘だよ。目に映るものの方が綺麗だよ。いや、その思い出はね。いや、そうじゃん。花火でパッと色鮮やかになるあの子の横顔とか綺麗だったでしょ。いや、それはだから思い出じゃん。うん、お前は思い出のそのデータフォルダに、うん、入れてるやつはそれは肉眼の方が綺麗よ。綺麗だったな。データとしての話してるから。え？でもあのね、でそのお前は本物の写真見てないわじゃあ。おい、どういうことだよ。なんだなんだ。あのね、本当にうん、これね、ディズニー、これディズニーきっかけで一眼買った人の、うん。はいはいはい、はい。もともとね。はい、でまあ高校生の頃とかにバイトして、うん、でまあ
ちょこちょこさこのチャンネルでも言ってるさ、うん、ディズニーにはいろんなオタクがいますよっていうところで、うん、あの一時あったじゃない、その iPhone で写真撮ってる人に一眼がこうマウント撮ってみたいな、はいはいはい、でまあ一眼勢の中でもこうあるわけ、こうランクが。あ、そうなんだ。あ、でまあカメラの話をするとたら、まあ初級用のカメラと中級用とも上級用、うん、ガチカメラプロの人たちっていう、で中級と上級の差っていかついぐらい。へー。値段で言うと中級が10万20万ぐらい、うん、上級になるとマジ80万とかになってる。たっか50万それをディズニーのために買う。そうそうそう、まあ写真が趣味でとかもあるけど、うんうん、その人らが撮った写真とかも、まあ、Twitter とかでさ、その人がさ、うん、私が撮った写真ですみたいなのあげてたんですよ、うん、こんな景色見たことないよっていう。本当？本当に絵じゃないっていう。お前はどこだ、お前の元一番は初級中級。俺中級ぐらいのやつ。中級のやつ。中級のやつで撮っても全然ダメだ、上級には勝てないんだ。全然無理、全然無理。はあ、そう。じゃあそうか、携帯だとまたちょっと違うわけだもんね。そう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 、まあ、加工とかできるにしろ。うん。あ、あ、そうそう、加穂さんと、圭介さんね、俺がフォローしてるのは。なんか名前言ったぜこいつ。誰と、一般人だろそれ。めちゃくちゃ一般人。ダメだよ絶対一般人名前言ったら。いやでもそのツイッターでそのお前よりフォロワー多いよその人が。うん、どんぐらい、1万人がいいんだじゃあ。ええ、マジそんぐらい。一般の人でしょ。そうで、むちゃくちゃ写真綺麗で、うん、でこうなんか2人仲いいの、この2人。あ、仲いいんだ。この2人仲いいのよ。なんかあんのかな、うん、で、いやそんな分かんないんだけど、そのなよく一緒にこう行って、うん、で多分お互いの機材とか貸し合いながら写真撮ったり、うん、多分してる。まあ、うん、その安い買い物じゃないから、そう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 、貸し合いはあるわな。でお互いのインスタ映え写真とか撮り合ったりはしてるんだけど、むちゃくちゃ綺麗。え、それ顔とかも出てんの。顔とかは出てないかな、その後ろ姿とか。後ろ姿見る感じはその美女、美男美女だ。いや、これ美男美女おしゃれ。あー、ま、マジなんか何欲しいな、その俺マジ許せないんだよな、うん、そのほぼ完璧な人間って許せなくて。いやでも、でもだけど多分バックグラウンドストーリーはお前の方が詳しい多分ね。違う違う、それはお前のおかげだろそれは別に俺の培ったものではないのバックグラウンド、俺、あ、その写真家さんたちに会って、うん、バックグラウンドストーリーで勝負しましょうって言わんよ写真なんて撮らずにバックグラウンドストーリーで紹介です、勝負です、どこまで行きますかじゃないの行かない行かない行かないです、いいんです、そんな、いいです、ね、今話それましたけどね。まあ、そんな写真もね、だから僕も後で見ますし、はい、私、まあ、あの、うん、近々ちょっとダイアップグレードを控えてますよ。そうね、それを楽しみにという感じですね。常にディズニーにいる可能性があるわけで、僕らがね。そう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 、うん、っていうようなのもありますので、はい、まあまあまあ、そんなんされたら俺パーク行かんくなるかもな。ああ、なるほどね。もう行けちゃうだろ、だって。まあ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 、一旦そう言っとけばいいでしょう。ちょっとわかんないわ、その立ち位置どっちなん、その立ち位置そういう時はいいでしょうって。やっぱ写真じゃ見れない角度もちろんあるから、ね、あります、ね。はい。まあまあぜひとも今後もね、動画たくさんね、見ていただけたらというふうに思いますので、はい、今回の編集動画でございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。